はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザードピレッジ第19回ハイゼンベルク工場やっていきたいと思います。まあ、とりあえずこっから脱出ってかすげえあそこ人がいっぱいいるんだけど、これ何、こんなに大量生産されてんので、まあ工場の、まあ、地下何階かにいたんですけれども、とりあえず1回デュークのところ戻ってきて先へ進んでいきたいと思います。ここは、いやなんか超やだ、長そうだ。いや長いしさ、すげえいっぱいいるんだけど、あれは無理だよ。で弾がね結構きついんですよね。いや怖えなあいつら、ボトボトボトって怒ってきそう。ハンドガンの弾とかもうね一発もないんで補充はしたい。怖そう。金ばっかりだな。金があるのはいいんだけど、いいんですけど、これは一応ちょっとこっちがあれになってるけど、なんもねえか。ミランダにとって俺たちはただの子供、愛情なんて持っちゃいない。これっぽっちもあいつには人間的な感情なんてない。必ず殺してやる。はい、いました。お前らの内輪揉めなんて知るか。なんだこいつ。倒せ倒せ、ショットガン2発とか。え、なんだこれ、どっから行くん。なんかでもアイテムがあってほしい。スナイパーライフルで頭部を狙い撃つぜ。直撃。おっ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 、アイテムがあるじゃないか。パイプ手榴弾、パイプ手榴弾、ハーブ。なんでこんなとこに雑草みたいに生えてんな。ガンパウダー、とりあえずアイテム、ここはこんなものかな。一応見渡そう。よし。で突然の襲来にはやっぱショットガンの方がいいから、構えはショットガンにしておこう。で、まあ、タイルな、なんか完全に炭鉱の炭鉱夫になってんなこいつら。何の仕事をしてんのかは謎。狙いです、絶命しろ。そして見つかったか。でパイプ手榴弾はあるけど、これも5つあるな。よし使っちゃおう。一応一撃で倒せんだよねこれ。ショットガンやはり無理か。外した、今すげえ外した。あいつを倒したのって拾ったっけ。基本的になんか落とすはずだからな。でこいつここで何かしてたよね。開ける、これ何、キーピックか。まあまだキーピックで開けるところはありそう。っていうかなんだ、あこの先ね、ちょっともう少しアイテムがないか見たいんだけど、上とかにもあるとちょっと無理だな。ちょっと広いな、ここの全部取ったか取ってないかの判定のラインが。結晶のかけら、ダメだ、まだダメだ。しかし行くしかない。そんなに探索している余裕はない。これどうやって繋がってんの、これもう設計ミスじゃん完全に。こんなさ、下降りたくねえ。これはしご下ろせる、はしごじゃないかそもそも。いや降りたくねえ。一応このあ上行ける、行けそうだな、出てきそう。行けんのか、ガチャ、行ける。オートセーブが入った。ん、めっちゃプロペラやん。あれ破壊できんのかな。
え、なんか進むとさ、絶対ガッシャーンとかいきそうだよね。いや、わかんねえ。なんか音がしたんだけど。見えねえ。先が明るくて。これ下落ちれんの？落ちたら死ぬな。え、なんだ？ガラクタが起こってきてるとか、スナイパーライフル。スナイパーライフルもいいんだけど、ショットガンの弾も欲しいんだよね。汎用性は結構高いから、スナイパーライフル、もう止まってないと無理。敵が。あ、来た、来た。新型か。新型とかあんの？何すか、新型って。もう、モビルスーツじゃねえんだからね。すげえいっぱい来てんだけど。どうしよう。え、これ、もしかして開かなくなってる？開くな。一回登って、あれこっち行けそうじゃん。ちょっと投げよう。おうおお、いっぱいあるいっぱいある。ビハナイトなんとかなんとかなんとか。クォーツ、ただ追ってきてる。上逃げよう。あの弱点狙わなきゃいけないやつ超めんどくせえ。帰ってった。ここはさすがに来れないんだ。ちゃんと閉めてった。なかなか礼儀正しく作られてるではないか。でもそれは逆に困るんだよな、突破ができないから。ここからスナイパーライフル狙うてねえか。よし、チャンス。よし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 、しぶといやつだ。お前にこの扉が開けられるかな。普通に開けてきた。登ろう。登るのが先か、食らうのが先か。どうだ、帰れ。この間に体力回復してるとかないよな。ああやって開けてくんだ。気づくか。気づいた。どうだ、倒してない。あ、外した。ない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 、マジかよ。くそ、この距離だったらもう開けた瞬間に。ちょっと、もう一体いんじゃねえかよ。騒ぎを駆けつけてきたか。いや、行け、登る。来た。登ってはないんだ。お前ら登れるほど。あ、また降りちった、降りちった。待って待って。いやー、きついなー。あいつしかとしてーな。これ5000円だからな、微妙なんだよな。気づかれた。あれがあるから外した。よし、9発。7発。やばい、倒した。こいつはなかなか順調だったな。6発かよ。まあただ安心してこの先へ進める。またあいつら量産されてるからな。これで量産型だからな。新型とか言ってるけど、新型を投入してくるとはな。まさか、間違えて撃っちったよ。炸裂だ。回収しよう。上へ登っていくのね。また出てきそう。ほんとまた出てきそう。てか、これやばくないか？あの扇風機。
扇風機マシンじゃない扇風機。ちゃんと回収しよう。スナイパーライフル。お世話にはなってるかな。これもゼロだし。これやばいでしょ。そういうこと？やばいよね。じゃあさっきのあれやっぱ撃たなきゃいけないのか。これ撃ち壊せる？全然違う。マジか。え、どっから破壊すんの？あ、これか。止まった？止まってねえな。ここだけじゃねえな。あ、でもやっぱりこれだよね。あ、この中に弾があるからこれを狙えばいいんだ。多分裏側もあんな。これは今そのハンドガンの弾がないからハンドガンで狙えないっていうところいかれてるよね。そういやさ、スナイパーライフル狙いやすいけどさ。よし、すげえ無駄にしたな。止まってなくね。あ、止まったか。止め方が無理やり。いやもう次からは無理だよ。戦えるだけの弾がない。これそのまま歯の上をさ渡ってんの？超絶怖くないか。さてあっちに扉だけど、木箱は回収。ハンドガン8発大丈夫か。行こう。結局シカトシオにもさ、こういろいろ仕掛けを解いていく上で邪魔になるんだよね。ソルダートにロケットエンジンと頭部安定翼を装着。推進飛行により機動性の低さを抜本的に改善。試験では短時間の飛行に成功。マジか。長距離飛行は難しい。起伏の激しい地形で立体的な軌道が可能となった。ソルダートパンツァー。ソルダートにアルミ合金製の全身装甲、胸部リアクター、下色質部の絶対的防御を測る。試験では通常火器に無敵の防御力を発揮。超やる。爆弾などで強い衝撃を受けると装甲自体が剥離することがあるよう改善。何かしらの問題点は残ってんな。地図、地図は地図で役立つ。これは押す。いや、どっちが正規ルート。これちょっと上も見てみよう。え、わかんねえ。いやー、どっちだ。ちょっとこっちなんか、え、どこへ向かってんのこれ。え、これはどこですか。まあ、アイテムなんだ。アイテム地帯だね。あ、金属球作れるか。ハンドガン30発。もうハンドガンの宝庫だな。ちょ、待って、ハンドガン30発って一瞬でなくなるからね。じゃあ上行きましょう。なんかさ、風吹いてるけど大丈夫？ダメじゃね？ちょ、待って、危ない。危なかった。どっちだ。もう上には戻れないよね。てか何かある。ちゃんと狙う。クォーツ、最近クォーツが多いよね。スクラップ、スクラップ。
先にはまだあるか、アイテムが。あの光ってるのはただバチバチしてるだけだから。こういうところになんかないね。これは下行っちゃっていいの？え？下？マジで？行くか。あ、こっちから行ける。行けねえ。こっちから行くか。お、マジか。すげえな。これ上登れんの？あ、登れる。この先は？ちなみに。あ、行けなさそう。あ、行けないわ。普通に上行かなきゃ。いけないルートね。ちょ、今どういう状況これ。え、立ってる？はしごの上に立ってんの？え、え、なになになに？両手使ってたよね。あ、もう無理だ。戻れん。薬液。薬液はマジ助かる。ほんと少ないから今。ボタン。これ関係ないか。リフトか。押すしかないよ。あの女が、ものすぐローズを使って儀式を始めるだろう。そうすりゃ、何もかも終わりだ。あのガキも、この村も全て。だが心配ない。その前に、俺がローズの力を使ってミランダを殺す。バカな親父だ。あのガキの力を知らねえのはお前一人だけなんだよ。ローズやってみろよ。めちゃくちゃ強気だな、もう。ショットガン、よし。これグレネード炸裂弾。グレネードまたちょっと溜まってきたかな。鍵の金型まだあるな。これか。1600円。よし、なくなった。でも金型自体さ、あいつがうろついてんだよな。倒してねえから。でまた金型自体にまだなのか。戻んなきゃいけないんだよね。ハイゼンベルグ工場長いな。ん？で、あれ？これどこ？エレベーター呼び寄せられる？ショットガン。3発でもありがたい。じゃ、これ鍵をやんなきゃいけないんだけど、今どこにいるの？呼び寄せられるか。え、どうなった。いや、わかんねえ。なんとかそう。あ、あ、来た。おお、こいついきなりエレベーター動いてビビんねえのかな。エレベーターがいきなり動き出したって。おお、いい、大丈夫そうだ。さて、そうすると、まあ、金がそこそこ貯まりつつの、全ては投資の一環です。これはいらない、これもいらない。クォーツが1万円で売れるからな。これ3500円。あれ、9000円になってる。で、結局5万円の、ちょっと待って、すぐ丸ボタン押しちゃうんだよな。×ボタンが決定ってやっぱりまだ慣れなくて。ここまでか。この程度では。で、これ自体が18万か。全然足んねえわ。これ10万もすんのか。装填数アップ。装填数をアップさせると。金目の品を見つけたらぜひまた。地下3階に行こう。地下3階から行ったっけ、作るやつ。でもさ、作ったところでさ、あ、そう、弾作れるやつ見つけたけど、弾をどこでやるのかがもう分かんねえんだけど。
これだいぶ上まで来たんだな。ここで良かったんだっけ、スクール地帯。なんか違くね。もう一個下、ちょっとセーブだけしていこう。もう一個下へ降りるか。 B4、 あ、 B2 がないんだ。でこっから来て、あ、ここに模型があるじゃないか。え、どうやって来たっけ。暗いな。めちゃ暗くなってんですけどマジで。あれ、あ、そうか、電源を変えたのか。いや、マジでやばい。あれ、行けなくね。こいつをついてやがるわ。で、おい、ガードできない。横を通り過ぎる。さあ、そしてどっからどう来たっけ。なんか変なとこ来ちったよ。ここに行きたかったんだよな。どうすればいい。とりあえずお前は寝てろ。裏にあるわけじゃないのか。うおい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 、しまった。あれ、オラオラ、これだけで倒せない。待って、チャンス。どっからどう行く。ちょっとで破壊しよう。こいつどこにあるんだ。いった、今確かに一瞬見える。倒した、機械心臓。一体だけだった。あいつは構え好きだな。あれ、マジでちょっと迷った。こう来て、あっちにいて、あいつあんなとこから、ま、え、どこ行った。え、どこ行った。ここの部屋ってまだあんの。なんか、あ、あんなところに。どこに落ちた。ここか。あいついなくなったな。いや、ただ音がする。ここから上に行けんな。どっちだ。いた。こっちさ、背中にあるのが厄介なんだよね。とりあえずしびれろ。で、この上に行けて、そっからよ、そっから。こっちへ行って、こっちで、ここに行けるけど、戻り方がマジで分かんなくなってきた。金
あいつ追っかけてきてる。ちょ待って、びっくりした、びっくりした。くそ、厄介すぎだろう。もう一体いるわけじゃないよね。こっから下か。あ、いなくなってんな。なんか俺マジでどこに行ってんの。あ、行けそう。でもさ、電力来てるこれ。おい、いやーマジか、これはちょっと。どこにスタートって、どこやねここ。デューク、てか本当にあのルートを通っていかなきゃダメ。地下3あたりから行けないかな。デュークよ、俺はどうやって行く。寝てんじゃねえかお前。こっち側から行けないかな。ここは明るい。だからこうやって、こうやって行けないの。もうあいつらが動き回ってんの。いる？いるわ。来れる？だこの階段は結局降りるんだな。降りるから来れますか、あなた。こっちに来れなさそうだな。来れないな。来れたな。帰ったな。よし、これでいこう。よし、これで、あ、死んだ。倒した。結構ダメージは与えてたのか。じゃあもうこいつはいつどこで出てくるかが分からんからな。あれどこだ、なんか地図が分かんねえ。これどこ、また迷ってんだけど。ちょっとルート変えたけどさ、ルートを変えたんだけど、わからん、いるなあいつの方向か。おら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 、乱れ撃つぜ。倒した。ここまでハンドガンが役に立つとは。で結局こういって、こういって、でそうこう来て開けて、ちょっと待って、ここはもうシカッとする。シカッとして、でまずはちょっとなんだっけ、これ作りたい場所が。どっちから来る、声はする。来たか。おら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 、倒した。で鉄球を手に入れて、心臓を手に入れて、あとは鍵で、あとこれを戻ればいいわけでしょ。これさ、なんか何のために調べたんだろう、超謎なんだけど。なんか別にって感じだよね。まあ見れますよっていう一つのあれかな。できた？まだか。冷やしている。
改善ベルトの感じ。さてそこからここまだあるな。あ、これスクラップっぽくね。よし、どうする、来た道を戻るか、それともこっちへ行くか。あ、ここすでにハイゼンベルクの鍵じゃねえかよ。行こう、ショットガンを携え。あれ、こんなとこだったっけ。何個かあるのか、ハイゼンベルクの鍵を使うところが。ちょ待って、なんか落としね、大丈夫。てかこの中にいるんかい。ここはパイプだな。どうだ、まだ生きてるか。直撃ではないからな。もうちょっともったいない。よし、あれって結局なんだ。あ、ここになんかあんのか、機械シャフト。2つで組み合わせられるかな。ちょっとやってみよう。シリンダー組み合わせ完成。これ何なんだか分かんねえけど、できた。ハイゼンベルグの鉄槌か。重すぎて武器には使えない。換金しろと。少しちょっと弾作るか。あ、まだあるな。ここってさ、これだけだとどっちへ行くか。このまま先へ進んでしまっていいものか、戻るか。いや、こっち側から行くんじゃなくてやっぱ帰るべきだな。でこう来て、え、どっからどう帰る。こっちから来て、こっちはもうあれだから、敵はもういないと思いたい。でも音しない？音するよね、いるよね。てか光ってるよね。さてどうするかと言われれば、一個地雷を使う。ここに。そして超スーパー新型じゃねえこいつ。容赦はしない。クソ、切られた。だな、それが弱点だ。この一瞬全然ダメだ。ほら、クソ、だろう。倒したか。結晶まみれ機械心臓。なんだかんだ結局倒してるからね。でそのままこう来たんだよな。来た道を変えろ、やつに遭遇しないために。マジかよ、またいんのかよ。あともう少し、ここまであともう少しなのに。使うか一つ地雷を。そしてどう対処するか。グレネードランチャー、いやー、スナイパー、ショットガン。え、ちょっと待って、全然ダメやんけ。もう一個使うか地雷を。地雷にセットできない。ようやくこれでか。逃げろー。
外した。そして弾がない。うわっ、どこ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 へ逃げる。あ、ダメだ、弾マジでもうない。グレランを使うか、逃げるか。ここ一本道だからな。ここからなんとかして逃げ切るか。来た、もう弾が飛んでない。ああまだいける、俺はまだ生きている。お前はもう俺の速さについてこれるかな。で、結局どっちから行こうとしたんだっけ。こっちか。一応切り札用のマグナムがあるけど、それはもう最終兵器だからな。こんなにも弾がなくなるなんて。で、あったー、これで遊ぼう。どれだ、あれどれだ、キーアイテム。もう手に入れなかったっけ。あ、これだ。なんか、え、何、どっか、どこどこどこ、え、どれ。あ、あった。で、これをこっちにやって、ウィーンと来て、で、下へ落ちます。で、ここに入ります。ああ、入ったら多分下に行かなきゃいけないのかな。え、どっちだ？こっちか？わかんねえ。オッケー、できたー。デューク、あれデュークどこ、来てない。デュークを呼び出そう。来た。いや、街できっちいんだけど。お任せよ。とりあえずまたアイテムを売却しよう。機械心臓、これ普通、あ、結晶が1000円で売れるのか。これ2万5000円で売れる。ハイゼンベルグの鉄、これはもう売っちゃっていいでしょう。で、これもさっき手に入れたから行って、よし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 、もちろんありがたいことですが、で、これを買おう。で、ショットガンを売ろう。いや、お世話になったわ。いや、ちげちげ、これじゃなくね、こっちだよね。じゃ、これじゃなくね。ちょ、いいのか。これを買って、これを売る。うん、で、これ何？ハンドガン1万2000円。威力高え。これはもともと持ってたやつでしょ。18万円なんだ。ウルフズベイン、装着すると装填数アップ。で、ショットが6万5000円もすんのか。12発。今どうなってる？の確保は何よりも。では探索の成果を期待しておりますぞ。これをショートカットの左に持ってくる。よし、弾が10発補充されてる。それはありがたい。で、スナイパーライフルも弾がねえから、鍛えらんねえかな。装填数15、23000円。よし、15発補充されている。いいところに、ちょうど暇していたところです。で、さらにハンドガンも装填数を19にアップさせる。この程度のカスタムでしたらすぐにできますとも。オーケーオーケー。
でこれ装填数上げらんないっていうか、あれかパーツ買えってことか。なのでよし、これでいこう。食材は大しても手に入ってないもんね。てか魚が少なすぎるよな、持ってる数が。というわけで結構厳しい状況ですけれども、ハイゼンベルク工場、一旦ここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。